はい、スプレーアートののみちゃんとメロちゃんです。はい、ということでスプレーアートに関しての質問でよくお客さんから来る質問、うん、風強いと描きづらいですよねって聞かれるでしょ、うん、聞かれる。風をちょっと人工的に作って、うん、描きづらいのか、はい、したいと思います。まあ、質問の答えは風ちょっと強風程度だったら描けると、うん、座敷じゃなければ大丈夫、うん、まあ、風ありながらどうやって絵が描けるかっていうのをやっていきたいと思います、うん、ペン好きじゃあ1個持ってきてね。1個でいいの？いいよ、1個でいいもん。扇風機持ってきました。持ってきたね。うん、すごいね。うん、扇風機持ってきたね。持ってきた。何個持ってきてって言った？1個だよね。うん、何これ？1個ですよ。なんかめっちゃヤバそうなのなんじゃん。ちょっとベロちゃんが描いてみな。ちょっと私？うん、風ありで。本当に？うん、でもいい感じじゃん。いい感じ。うん、真面目にやってよ。え、大丈夫、できるよ。ちょっと綺麗にして、綺麗にして。待って待って待って、ちょっとちょっとちょっと待って。なんでなんでそんな。結構綺麗だと思う。綺麗だよね。ふ、うん、なんかかわいそう。音がやば。もっと近く。やばいよ、こんな近さ。やばいやばいやばい。やばい。やばい。行くよ。あー、好きです。なんかさ、今までに出せない色だよね。そうだね、なんか今結構なんかすごい、なんかグラデーションいつも作ってるじゃん。いつも全然違うね。完璧なグラデーションじゃん。なんか風でよく混ざってて。うん、でこっちが見て、すごくない？すごい。こっちが超ベトベトになってる。え、どう思いますか、ベロちゃん。結構好きだよ。いや、俺もね、これね、ちょっとね、思った以上に良かった。ベルちゃんの好きなのは風柱。やった。いやー、はい、みんなさ、気づいたかな。風使ったのって風柱だからって。気づいたでしょ。気づいた。最初から気づいたのに。何かリクエストあったらコメントください。 OK、うん、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントもよろしくお願いします。アディオス。Amigo. Adiós. 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 Bye bye.